皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速いってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、またまたもやもやもやっといっぱいありがとね。連日連日いただけまして、本当にサンピアさん頼みになっている状況ですから、ありがとうございます。サンピアさん本当に助かってますよ。あのサンピアさんのお便りのおかげで首の皮一枚つながっているような、そんな状況でございます。もうサンピアさんからのお便りが途絶えちゃいましたら、この引きこもりスアワー完全に終わりを迎えると思いますからね。はい、そんな状況が続いておりますよ。そして本日ちょっと喋りにくくてすみません。実は最近ちょっと多いのですけれども、あれなんですよ、鼻の奥が一体一体になってるんです。はい、一体一体っていうのは痛いの方ですよ。一体化の方じゃないですよ。一体はもう痛いの方です。痛いの、はい、僕の言い方もちょっとややこしくてすみませんね。ですから鼻もちょっと詰まり気味でして、息継ぎもすごいしにくいのでございますよ。ですからちょっと喋るとはぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ちょっと喋るとはぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、になってしまいまして、ちょっと息継ぎの時間が必要になってしまったりしまいます。ですからお聞き苦しい点ありますこと、どうも申し訳がございません。はい、よろしくお願いいたします。しかもちょっと NG をしまして、若干長めで今回収録させていただいております。今回こそは NG なしでいきたい所存にございます。はい、もうですから、若干のミスはなんとかあれですよ、カバーして復帰いたしますからね。そこら辺よろしくお願いいたします。では行きますよ。サンピアさんの気になるお一言拝見いたしますね。じゃん、あー、これどうなんですかね、これどうなんですか、これなんかなんともいいのか悪いのかそこら辺が分かりませんよ。とにかくもう皆様に簡単にご説明しますと、そうですね、僕に関するお一言になっております。はい、まあ僕を怒ろうとしても若干怒るに怒れないよね、愛嬌があってみたいなところでございましょうか。そんな感じですかね。まあまあ怒るっていう表現が本当は違うのですけれども、他にどういうようにこれを表現していいかがわからないのでございます。はい、これ別の言い方って何かございますと今の時点で皆様に聞いてもわかりませんよね。ですからこれが公開した後に、ああこれはもっとこういう別の言い方があるよということを教えてくださいませ。はい、そうしましたらすごく勉強になりますので、僕のそうやって僕を育ててくださいませ。僕育成ゲームだと思ってくださいませ。はい、若干日々ちょっとずつ本当に成長していく生き物かもわかりませんよ。それともあまり変わってませんか。放送当初と比べて僕は成長しております。そして僕って愛嬌ございます。
どうなんでしょうね。皆様がどう考えていらっしゃるか本当に知りたいのでございますよ。本当に、はい、どういうように僕って捉えられているんでございましょうか。やっぱりそれはちょっと可愛くは見られたいなとは思ってますよ。でもやっぱりちょっとなんか違うなとか、そういうご意見ぜひどしどしくださいませ。あ、やっぱりちょっと困るな、なんかちょっと厳しいご意見はちょっと困るかもしれませんね。やっぱり心ボキボキに折れちゃいますから、僕の場合。はい、ですから遠回しに、悪い意見は遠回しな感じでふんわり何か柔らかいもので包み込むような、そういう感じで悪い部分はご指摘ください。他は褒める部分はもう率直にお願いいたします。やっぱり僕に関してはそこがいいよとか、はい、そこがやっぱりリスの伸びしろのあるところだよねとか、そういうことをお願いしますね。はい、ちょっと今言っちゃいました。僕、自分のことを種族の命名で言っちゃいました。そこ今言ったか言わずかもわからないのでございますよ。サンピアさんからいただいたお一言に種族の名が入っているので、僕はそれを言わないようにしていますが、もしうっかり言っていたのだったら、僕のうっかり度で本当に申し訳がございませんね。ただなるべく言わないようにはしてるんです、本当に。はい、とのことでして、今回の内容は多分わからないことと思います。はい、あれですよ、この文を見ればそういうことねとは思いますが、僕の今までの説明ではわからないことと思います。それぐらいちょっと説明が今回ヘタヘタピッピーだったと、そうは思いますよ。ですので、これでもしお分かりになられた方いらっしゃったとしましたら、ぜひ誇ってください。はい、誇るの方ですよ。誇るの、怒るじゃなくて誇るです。はい、誇ってくださいね。あー、やっぱり俺ってすごい鋭いなーみたいな、はい、全然本当に誇っていただいてもう問題ございませんから。それぐらい鋭いですよ、このジャンカイって言っちゃいましたよ。もうものすごい今間違えましたけれども、このものすごい間違えも僕は今回乗り越えたいと思います。はい、もうこれ以上声が出ない状態でありますから、どん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 かすれていってますよ今。ですからもう行きましょう。そうなんですよ、説明が長いんですよ僕は。ですから行きますね、サンピアさんの一言。ではでは行きます、サンピアさんよりの一言どうぞ。ちょこっと憎めないリス。